皆さん今日もお疲れ様です。収益利他型 YouTuber のゆうすけです。35人の候補者の皆さん、それを支える構成員やスタッフの皆さん、支持者の皆さんも連日の活動ありがとうございます。ひとまず山本太郎さんが緊急入院から復活できたことを確認できて、まあ復活といってもかなり無理をしてるんだと思いますけどね。そんな中、残り10日間となった衆院選なんですけど、昨日の夜仕事中にふとひらめいた令和新選組の拡散方法を今回ご紹介したいと思い立ってですね、僕程度でも思いつくようなアイデアなので、もしかしたらすでに実践されている方もいるかもしれないんですけど、そうでない方のために、本当だったら他党に知られないようにお伝えできればいいものの、秘密裏に伝達していたら選挙終わっちゃいますからね。で、その方法っていうものがですね、 YouTube で24時間令和新選組関連の動画を再生し続けるっていうものなんですけど、 YouTube ショートだったり TikTok だとこの方法が使えないんですね。なんでかというと、これは通常の YouTube もそうなんですけど、基本的に1日に1回しか同じ動画の再生回数はカウントされないそうなので、YouTube ショートや TikTok って同じ動画がずっとこう無限ループされるじゃないですか。親指で画面をスライドしない限り、ああいう1分ぐらいの短い動画の無限ループではあんまり意味がなくて、そういう意味でこの方法は通常の YouTube 視聴者にリーチするための方法になるのかなと思うんですけど、令和関連の通常の YouTube 視聴が多ければショート動画の方にも出てきやすくなるなんてことはあるんでしょうかね。ロングとショートのアルゴリズムがつながってるといいんですけど、で、僕が知り得た情報によると、1に再生時間、2に再生回数がその動画をおすすめ動画として AI が判別して、そのチャンネルの登録者ではない人にまで動画を届かせる一つの目安と言われてるようなんですけど、ということは令和新選組関連の動画が長く見られれば見られるほどに、再生回数が多ければ多いほどに、無党派層、無関心層にも広がる可能性が出てくるということで、これまで僕はまとまった睡眠をとるときはスマホを充電した状態で機内モードにして、それで寝るっていうことをしてきたんですけど、今回提案したいのは、この寝てる間の時間ですね。寝てる間中ずっと皆さんの推しの候補者だったり、この動画を見てほしいっていう動画だったり、太郎さんの2時間3時間の凱旋動画を再生しっぱなしにして、で YouTube の音声をサイレントにするっていうことですね。音が鳴ってても寝れる方はそのままでもいいんですけど、なんでこの方法にもっと早く気がつかなかったんだろうって思いましたよね。ちょっと電磁波の関係でスマホは離したところに置いた状態で寝た方がいいと思いますけどね。ちなみに通常の YouTube には自動再生という機能があってですね、スマホの場合は画面のここですね、そして PC の場合は画面のここですね。このスイッチをオンにすると、自動で視聴者の好みを AI が判別して、今再生している動画が終わった後に次の動画がランダムに再生され続けるっていう機能なんですけど、ただしこの機能には今回の提案にそぐわない欠点もあって、普段令和新選組以外の動画、他党に関する動画だったり趣味の動画なんかもよく見る方は、 AI が令和と関係ない動画を選んじゃう可能性が高くなっていくんですよね。なので普段令和関連動画以外もたくさん見ているという方は、自動再生ではなく YouTube 上でプレイリストを作って再生するのをおすすめしたいんですけど、スマホも PC も画面の下のところですね、グッドボタン、バッドボタンの隣の共有のボタンのそのまた隣に
保存っていうボタンがあるんですけど、これは多分スマホも PC もそうなってると思います。で、この保存っていうボタンを押して、ここの後で見るっていうところにチェックを入れると、今見ている動画が再生リストとして保存されるので、今お話しした手順で推しの候補者やみんなに見てもらいたい、拡散したい動画や太郎さんの凱旋動画、国会質疑の動画などを複数保存して、その昔お気に入りの曲をカセットテープにマイベストを作っていた時のような感覚ですね。そんな風にして1日7時間寝る人は7時間以上の再生リストを作って、寝る時にそれを再生するっていう流れでしょうかね。で、この方法でサイレントにしておけば、仕事をしながらでも、ボランティアをしながらでも、食事をしながらでも、どこでも令和新選組関連の動画を再生しっぱなし状態を作ることができますよね。僕は YouTube プレミアムの契約をしているので、広告が出ないようにできることに加えて、 YouTube を再生しながら LINE を見たり他のアプリを起動したりすることができるんですけど、その他のアプリを使いたい時にいちいち YouTube の再生を止めたりしなくていいんですよね。なので、こちらの月額料金でその機能を手に入れるっていう手段もありかなと思います。そして同じ動画でも1日経てば再生時間や再生回数としてカウントされるそうなので、毎日頻繁に再生リストの中身を変える必要もありませんし、この再生リストっていうのも1個しか作れないわけではなくて複数作れるようなので、その再生リストの名称もつけたりできて、はい、この方法ならお金もかからず労力もほとんど使わないですし、選挙期間の忙しい中でもできるっていうことで、すごくいいと思ったんですよね。そしてこの方法に欠点があるとすれば、外出した際に YouTube 再生しっぱなしはスマホの充電がなくなるスピードが速くなるので、市販の Amazon で買えるような携帯して持ち歩けるバッテリーを1個持ち歩くといいかもしれないです。それでは残り10日間令和関連動画を睡眠中だけでも再生しっぱなし状態を作り出しつつ、35人の候補者全員を当選させるつもりで応援頑張ってまいりましょうね。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。